新越本線。新越本線は、群馬県高崎市の高崎駅から、群馬県安中市の横川駅まで、長野県長野市の篠井駅から、長野駅まで、及び、新潟県上越市の直越駅から、新潟県新潟市中央区の新潟までの区間を、結ぶ東日本旅客鉄道、JR 東日本の鉄道路線、幹線である。このほか。 越後石山駅新潟貨物ターミナル駅間、上沼水信号場東、新潟港駅間の貨物支線を持つ。本来は、近世の中仙道、全高寺街道、北陸道に沿って、高崎駅から長野駅、直越駅を経て、新潟駅に至る路線であったが、1997年、平成9年10月1日の北陸新幹線、 高崎駅長野駅間先行開業に伴い、新幹線の並行在来線区間のうち、薄い峠を越える横川駅軽井沢駅間が廃止、軽井沢駅篠ノ井駅間が、第3セクターの品野鉄道に経営が移管され、道路線は2区間に分断された。さらに2015年、平成27年3月14日の北陸新幹線長野駅金沢駅間、延伸開業に伴い、長野駅、 直越駅間も経営分離され、長野駅、明光高原駅間が品野鉄道に、明光高,高原駅、直越駅間が越後ときめき、鉄道に移管され、道路線は3区間に分断された。なお、分断前においても、全線を直通する列車は、新越本線全線開通後からの一時期を除き、なくなっていた。現在、新越本線として残されている区間のうち、 直越駅新潟駅間は、JR 東日本の上越本線、大宇本線、越後きめき、鉄道日本海翡翠ライン、愛の風と山鉄道線、IR 石川鉄道線、JR 西日本の北陸本線、湖西線と共に、日本海中間線を形成しており、優等列車や貨物列車が多く運行されている。また、新潟県内では、上越、中越、 カエツを結ぶ動脈ともなっている。そのうち、直越駅、柏崎駅間では、日本海沿岸を走る。一方、それ以外の区間では現在、篠ノ井線から、長野駅まで乗り入れる特急、シナノを除いて、優等列車の設定がなく、高崎、長野の各地区のローカル輸送が中心である。高崎駅、横川駅間は、旅客営業規則の定める。 大都市近郊区間の東京近郊区間、直江津駅新潟駅間が同、新潟近郊区間に含まれ、高崎駅横川駅が IC 乗車カード、追加の首都圏エリアに、新潟駅、宮内駅間の全駅及び、柏崎駅、直江津駅が新潟エリアに、それぞれ含まれている。ラインカラーは、高崎駅横川駅間は、黄緑、 篠ノ駅長野駅間と、直越駅新潟駅間は、スカイブルーである。高崎駅横川駅間が、JR 東日本高崎支社、篠ノ駅長野駅間が、同社長野支社、直越駅新潟駅間、越後石山駅新潟貨物ターミナル駅間の、支線を含むが、同社新潟支社の管轄である。東京長野間の都市間輸送はすでに、北陸新幹線の開業及び、 新越本線の分断によりその役割を終えており、高崎駅横川駅間は、臨時列車を除けば、各駅に停車する普通列車のみの運行で、ほぼ、群馬県内のローカル輸送に徹した形となっている。なお、この区間は、新幹線開業後も一貫して、新越線と案内されている。高崎駅横川駅間で1時間に1の2本程度の普通列車が運転されていい。 この区間のラインカラーは黄緑色になっている。ワンマム運転は行っていない。列車によっては後日の軽井沢方面への代替バス、JR バス関東が運行に接続している。SL 群馬横川、SL 群馬横川、旧名称 SL、薄い、SL 薄い及び SL レトロ薄い、SL レトロ薄いは、1999年、平成11年4月18日の 碓氷峠鉄道文化村の園に合わせて設定された蒸気機関車 SLD51498 県員による臨時快速列車で新越本線高崎駅横川駅間で運行される。2011年平成23年の運転からは C6120 も県員機に加えられ、さらに同時に整備が行われた旧型客車を使用した運行も開始された。 元々は SL 薄い号であったが、2010年、平成22年の運転から正式名称が SL 薄いに変更され、2018年、平成30年10月からは SL 群馬横川に改名されている。DL 群馬横川、DL 群馬横川及び L 群馬横川、EL 群馬横川、旧名称 DL 薄い、DL 薄い及び L 薄い、EL 薄いは、 2009年、平成21年から設定されたディーゼル機関車 DL または電気機関車 L 牽引による臨時快速列車で横川駅高崎駅間で運行される SL 群馬横川で使用されている客車の高崎寄りにディーゼル機関車または電気機関車を連結して牽引する客車編成の両端に機関車が連結されたまま往復するため最後尾の 上気機関車は無機となるが、横川駅に転車台や木回し線がないためこのような運転形態を取る。2008年平成20年運行分までは回送列車として営業運転はしていなかったが、翌年以降から袋も営業扱いするようになった。諸費用及び性能的な問題から基本的には DL としての運行がメインとなっており、L はそれよりも 運行頻度は少ないが、2016、平成28年度の運行では逆に、L の運用が増え、DL としての運行頻度が下がっている。この区間は、北陸新幹線開業以降も引き続き、JR 東日本が運営している。しかし、下野駅長野駅間で完結する列車は、定期設定がなく、すべてが、篠野井線及び品野鉄道品野鉄道線。 北信濃との乗り入れ列車である。このため、運転系統上は、信濃伊線と信濃鉄道線の延長のようになっており、この区間の列車は、直通先の信濃伊線、信濃鉄道線と案内されることが多い。優等列車は、信濃伊線から乗り入れる名古屋からの特急、信濃が走っている。普通、快速列車は、基本的には、長野市周辺の輸送を担っているが、特に、 篠ノ井線直通列車は、その先、飯田線へ直通する、三スをはじめ、中央本線方面へ向かう列車を中心に、長距離運転するものを多く、特急と同じく、長野県内の主要都市間輸送を担っている面もある。この区間は、日本海中間線の一部としてかつては、長距離運行する優等列車が多数設定されて、いたが、列車の系統分割、再編、 廃止などによって徐々に縮小され、北陸新幹線金沢開業に伴う特急、北越の廃止、白雪等へ再編が行われた2015年3月14日以降は、新潟県内都市間を相互に結び、上越、北陸の各新幹線と接続する列車として、特急都会列車、ローカル輸送を担う列車として、普通列車が主に運行されている。また、 近年高速バスとの競合が激しくなっており、新潟駅長岡駅間の格安回数券の発売や快速の運転などでサービスアップ度を図っている。なお、長岡駅新潟駅間は上越新幹線が並行しているが、経由値が異なることもあり、相互に補完し合う関係となっている。特急列車は妙高姉馬、ま、ラインから直通する白雪が荒井駅、 上越明高駅新潟駅間でも往復運転されている。白雪は上越明高駅で北陸新幹線に長岡駅で上越新幹線にそれぞれ接続して乗り継ぎ料金制度が適用され、新潟、長岡地区と糸魚川、富山、金沢方面及び首都圏と柏崎地域との間を連絡する役割も担っている。快速列車は新井駅新潟駅間で 上り一本、直越駅新潟駅間で折り一本、直越駅長岡駅間で、上り一本下り二本、長岡駅新潟駅間で一往復運転される。これらは2015年3月改正で廃止された、特急、北越、快速、首木屋の代替、特急、白雪の保管、越後時めき、鉄道無用公園馬、ラインから長岡、新潟方面への直通列車という性格もる。 直越長岡間の一往復、直越津初新潟駅と新潟初長岡駅は e 百二十九系を充当し、直越津初長岡駅、朝の通勤、通学時間帯、長岡初新潟駅、新潟初荒井駅,駅は百十5系三両編成での運転出る。なお、二千十五年三月改正から二千十七年三月改正までは、越後時めき、鉄道日本海ヒスライン、 糸井川駅を発着とする列車が1往復設定され、485系3000番台が用いられた。このほか、朝夕には、ホームライナーとして、おはよう新越、楽楽、トレイン新越が、直越駅新潟駅間で設定されている。特急、快速列車の停車駅の比較は、以下の通りである。また、新越駅新潟駅間では、 万越西線から快速、阿賀お及び新津新潟間快速運転となる、馬下初新潟行列車が、直越西型間では北北線乗り入れの快速や、超快速列車、スノーラビット運転されている。府中列車は、長岡駅で、ほぼ運転系統が分断されている。長岡駅新津駅間は1時間に1本程度で、あるが、朝夕は、 本数が多く設定されている。新津駅新潟駅間は、区間列車も多数運行されており、日中は1時間に3本、約20分間隔。朝、夕のピーク時には、万越再生直通列車も含めて、約5分間隔で運行されている。新潟駅から白新線越後線と直通運転する列車も存在する。越駅柏崎駅長岡駅間は、 おおむね1の2時間に1本程度の運行である。長岡駅の南隣の区内駅からは上越線が乗り入れ、全列車が長岡駅まで運転されるほか、一部は新潟方面まで直通する。直越駅西型駅間には北越急行北北線から乗り入れる列車もあり、一部列車は黒井駅に停車する。また、朝には柏崎駅、柿崎駅から越後時め駅 鉄道明光は根馬、ま、ラインへの直通列車が、越後ときめき、鉄道車両で運転されており、前運用として夜間に、直越駅長岡駅間で、新越線内のみの用も行われている。直越駅長岡駅間、新越津駅新潟駅間の E129 系を、使用する二両編成の列車では一部を除き、ワンマン運転が実施されている。黒井駅、土底浜駅、上下浜駅、 米山駅、笠島駅、大見川駅、芸拝駅、宇ばら駅、北条駅、越後広田駅、長取駅、塚山駅、越後岩塚駅、前川駅では、先頭車両の一番前のドアのみが出口となるが、新津駅新潟駅間は、全駅が友人駅のため全てのドアから乗降できる。特急、白鳥屋、新大特急、日本海、急行、北。 国など、かつては、日本海中間線を長距離運行する列車が多数、設定されていたが、廃止や、列車の系統分割などによって徐々に縮小され、最後まで残存した特急、北越、金沢新潟、新大特急、トワイライトエクスプレス、大阪札幌についても、2015年、平成27年3月13日に運行を、終了した。また、 同区間では特急、時をはじめとする首都圏から上越線経由で新越本線に入り、下越、東北、北陸地方へ直通する列車も設定されていたが、上越新幹線開業後は対首都圏間の輸送のメイン新幹線に譲っており、首都圏対北陸地方間についてはさらに北陸新幹線へ遷移した。夜行列車についても2010年、 平成22年3月12日の始発駅発車分をもって、寝台特急、北陸が廃止、急行、のとが定期運行を終了。2014年、平成26年3月14日の始発駅発車分をもって、寝台急、明けが定期運行を終了している。夜行の快速、ムーンライト越後も2014年。 平成26年6月以降は列車が設定されていない。2015年、平成27年3月改正時点での貨物列車の運行区間は、高崎駅安中駅間、篠野駅長野駅間、直越駅越後石山駅、新潟貨物ターミナル駅間、上沼水信号場マイナス焼島駅間に分けられる。高崎駅安中駅間には、 福島臨海鉄道大名浜駅との間での鉱石輸送用の高速貨物列車が1日1往復運行されている。篠ノ井駅長野駅間にはコンテナ車による北品の仙北長野駅への高速貨物列車が平日に1日に往復運行されている。それぞれ首都圏発着、中京圏発着となっており、前車は隅田川駅発着、後車は 名古屋貨物ターミナル駅発、稲沢駅にである。直越駅、越後石山駅、新潟貨物ターミナル駅間は、前日のように、日本海中間線の一部をなしており、貨物輸送が盛んである。当該区間の大半の貨物列車は、EF510 軽電気機関車が牽引する、コンテナ車で編成された高速貨物列車である。当該区間のコンテナ取扱駅は、 黒井駅、柏崎オフレールステーション、大須、南長岡駅、新潟貨物ターミナル駅である。上沼水信号場マイナス焼島駅間は、コンテナ車による高速貨物列車が平日に1日に往復運行されている。どちらも上塗ったり信号場から、白新線経由で新潟貨物ターミナル駅に乗り入れ、内登り1本は、首都圏の隅田川駅まで運行される。 詳細は、小島駅の項も、参照のこと。この区間内では全列車が、JR 東日本の車両によって運転されている。臨時快速、SL 雨水、SL 群馬横川などの使用車両は、SL 群馬横川、DL 群馬横川、L 群馬横川の不死を参照。高崎駅、直越駅間枠に、間接鉄道によって開業した区間である。 このうち高崎駅軽井沢駅間は、東京と大阪とを結ぶ中仙道幹線の一部として建設されたものであり、軽井沢駅、直越駅間はその資材運搬のために建設されたものであった。薄い峠を挟む横川駅軽井沢駅間は、難所のため工事が遅れた。この区間が開業する前の5年間は、先行して開業していた薄井馬車鉄道という、 馬鉄でこの区間を連絡していたこともあった。日本海沿いの直越駅新潟駅、旧駅間は、私鉄の北越鉄道によって開業した。北越鉄道は1907年、明治40年に国有化された。貨物支線の上沼水信号場東、新潟港駅大型駅、廃止間は、新潟林港開発、現在の林港コーポレーションによって開業した。 新潟林港開発船は1941年、昭和16年に国有化された。各各項目に分散して記述、2004年、平成16年10月23日に発生した新潟県中越地震では、柏崎駅長岡駅間が大規模な損害を受け、この区間を通る全列車が運休していたが、同年11月29日に全線が復旧した。 2007年、平成19年7月16日に発生した新潟県中越沖地震では、笠島駅大見川駅間が大規模に被災したため、西方駅、宮内駅間の列車の運転が全面的に停止した。その後、JR 東日本は新潟県と相互に協力して、復旧作業を急ピッチで進め、普通区間を徐々に復旧開通させ、9月13日、 残る普通区間であった柏崎駅柿崎駅間も運転を再開し、新潟県中越沖地震発生より2か月足らずで全線の運転を再開させた。ただし、柏崎駅柿崎駅間は運行再開後しばらくの間、除行運転が行われた。廃止された横川駅軽井沢駅間は JR バス関東によるバス輸送が行われている。 新越本線の道区間が廃止されたため、群馬県と長野県の鉄道での県境越えは、普通列車がなく、特急料金が必要な北陸新幹線のみとなっている。特急料金が必要となる列車のみが運行される区間においては、特急料金不要の特例が設けられる例があるが、赤昌線のみ、横川駅軽井沢駅間においては、博多南神線や上越線支線、 ガーラ、湯沢線と同じように特例は設けられず、特急料金が必要となっている。横川駅軽井沢駅間は一部の区間が、遊歩道、アプトの道として整備されている。また、安中市松井田町の財団法人、臼井峠交流記念財団により、同駅間の廃線後で、同財団の運営する、臼井峠鉄道文化村の園内遊具として、文化、 村駅丸山駅峠の湯駅において、トロッコ列車を運転している。現在、同財団と安中市は、国土交通省と協議を行い、同財団を鉄道事業法における特定目的鉄道の正規鉄道事業者に昇格させ、同駅間の配線を復活させる計画がある。2006年、平成18年10月に、鉄道事業法の認可を目指し、早ければ2007年、 平成19年10月の開業と JR 横川駅への乗り入れを目標としていたが、計画は凍結状態にあり、認可、開業時期とも未定となっている。群馬、長野県境をつないでいたハイトンネルは、安中市が所有している。2017年、平成29年、北朝鮮が弾道ミサイル発射実験を繰り返していることを受けて、軽井沢町は、 安中市と覚え書きを結び、有事の際には、このハイトンネルを町民、観光客の避難シェルターとする方針を決めた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。